今日はですね、あの先ほどご説明もありましたように、えー、自主防災組織担当者、担当職員向けの自主防災組織リーダー育成のための研修会ということで、皆様が、えー、地域の住民の方々向けに研修をするにあたって、えー、っとこういったふうにした方がよろしいのではないでしょうかというようなことを、えー、我々の方からお話をさせていただく場というふうになっております。えー で集合でご覧になっていらっしゃる方もいらっしゃるようなんですけれども、えー、途中ご質問等あった場合には、ですねお声かけをいただいても結構ですし、あの場合によっては休み時間であったりとか終わり、最後にまたあの質疑の時間も置けますけれども、あの対応できる範囲で対応させていただきますので、えー、途中で挙手等をいただいても結構でございます。えー、内容によっては、ちょっと後でと、個別でということにえさせていただくかもしれませんけれども、その際はご了承いただければと思います。 では早速ですね、えー、本日の目標についてお話をいたします、えー。リーダー育成の対象であったり、身につけてもらう内容について理解をできる、えー、体系だった内容の研修を行っている先進自治体の事例を知る、えー、既存のプログラムや教,教材等、えー、過去消防庁とありますけれども、消防庁の教材等を活用して、えー、研修を実施、改善できるようになるというところを今日の目標としております。でえー、今日お話しする内容についてです。 自主防災組織リーダーの育成、えー、誰を対象にするか、そしてリーダー育成に活用できる教材のご紹介、そして、えー、先進的な研修事例の紹介、えー、効果的な研修を実施するためのポイントについて、最後にお話をしたいと思います。えー、ここの下の3つはどうやって研修を行うかですね、えー、誰を対象にするのかというところと、どうやって研修を行うかをこの後お話をしてまいります。 では早速ですね、自主防災組織リーダーの育成ということで、誰を対象にするかというお話をしてまいります。えー、自主防災組織の活動を強化するためには、誰を対象に検証を行うと良いでしょうかということで、えー、今日ご参加いただいている方で、これまでに地域の住民の方向け、えー、自主防災組織向けに研修をされたことがあるという方っていらっしゃいますでしょうか。集合の方、ちょっと難しいかもしれませんけれども。はい。 えー、ちょっといらっしゃらないようなので進めさせていただきます。えっとですね、何を聞きたかったかと言いますと、おそらくですね、あの自主防災組織の代表の方とか役員の方向けにお声かけをされて、研修やりますよ、訓練をやりますよとお声かけをされて。 でまあ、訓練であれば、そこの組織に参加されている皆様、参加されるかと思うんですけれども、研修とかです、ね、人材育成となると、そのお声かけをした代表者の方であったりとか、まあ、役員クラスの方、まあ、トップの方々です、ね、がいらっしゃるということが多いのではないかなというふうに思います。あのこの週末もです、ね、私、宮城県の方でえっで、と、研修をしてまいったんですけれども、やはりあの高齢の男性の方が多いというような状況、どこもそうなるのかなというふうに思います。 で実際にじゃあ、どういった方々に研修を行っていくのが良いのかということをですね、えー、消防庁さんが行っていらっしゃる自主防災組織機に関するアンケート調査の結果を見ながら、少し考えてみたいというふうに思っております。でこちら、平成30年に消防庁さんが調査された、えー、結果でして、えー、都道府県、市町村等に、えー、お声かけされて調査されてますので、ひょっとすると、えー、実際、ご対応されたという方もいらっしゃるかもしれません。 で、えー、その結果でのうちのですねまずはですね自主防災組織のリーダーの範囲について、ですね、えー、とどういった方々が自主防災組織のリーダーをされていますかという問いになります。 左側の大きい円グラフが全体でして、はいえー、教育訓練を担当する、えー、部署や班や部署があって、そのメンバーがリーダーをしてますよというのが30%弱ありますね。で、教育訓練を担当する、えー、部や部会、班や部会などはないけれども、はい、代表者や役員等が担当してますというのが約半分あります。これがですね、えー 長年にわたって活動されているところと、えー、活動歴が浅いところで見ると少し変わ内訳が変わってくるんですね、えー。この右側の小さい円になっております、えー。小さい円のうちの上がですね、長年にわたって、えー、活発に取り組みを行っている組織なんですけども、ここですと、あのこの緑の 部分ですね、えー、教育訓練を担当する班や部会はないが、代表者や役員が複数人いますよというところは、おおむね50%前後というのは変わりません、えー。長年にわたって活動しているところも、活動歴の浅いところも大体50%前後です。えー、顕著に変わるのは、この青の部分ですね、えー、教育訓練を担当する班や部会があって、そのメンバーがやっていますよというところ。 これが長年活動しているところだと30%を大きく超えてくると。えー、一方で、歴の浅いところですと20%ぐらいになってくる。これはすなわちです、ね、そのまま黄色い部分の差になってくるんですね。黄色というのが何かと言いますと、代表者または役員1人がやっていますよというところです。えーまあ、お一人の方の負荷が非常に大きくなっているというのが活動歴の浅いところですね。ここでは20%以上の団体さんがお一人で担当されているということになっています。 えー、こういったことを踏まえて、ちょっと次の調査の基本に行きたいと思いますで。地域には多様な防災リーダーが存在しますということで、防災リーダーには複数のタイプが存在しています。で、えー、お1人の方が組織の代表もやりながら、えー、実際に研修、教育等もやっていますよというのがこのタイプ1ですね、組織の代表,代表者が1人で、代表者であり防災リーダーでありと。 まあ防災リーダーというのはこの場合、教育とか訓練を行っている方ですけれども、これがタイプ1になってきます。でタイプ2というのが、組織の代表者の他に活動の中心となる立場にいる人たちがリーダーをやっていますよという場合ですね。でさらにタイプ3として、ですねアドバイザー、調整役というような形で、組織の代表者以外が防災のリーダーを。 えー、リーダーとして存在しているという組織です。これ、具体的に言いますと、他の組織と連携することによって、えー、お互いが持っている知識であったりとか、あとは実施している訓練を共同にやることで、その中で学びを得るということを共有し合ったりとか、えー、補完し合ったりというようなことをしているような事例のことを指しております。こういった防災リーダーには様々なタイプが存在するということが、こういった調査から分か,って分かるかと思います。でこれがです、ね、あの活動の歴によって変わってくるということですね。 えー、このお一人でやってるところが多くなってくる、えー、代表の方が1人でやってるというのが多くなってくるというのは、活動歴の浅いところということになります。 で実際ですね、自主防災組織のリーダーだけでは、えーまあ自社、自主防災組織のリーダーと言ってますけど、組織だけではですね災害対応というのはなかなか乗りきれません。リーダーだけというのはもちろんですし、単独の組織だけでも災害対応というのはなかなか乗りきれません。ここにあるように、地域にあるさまざまな団体であったりとか、えー、組織であったりとか、そういうところと連携しながら、災害時には対応を行っていくということになります。 でえー、同じ、えー、調査ですね、消防庁の行った調査の中で、自主防災組織の代表の年齢について調査したのがこちらのグラフになっております。えー、全体で見ますと、えー、87.6%、9割近くの団体がですね代表の方は60代以上の高齢者であると、えー、特に70代以上の方、代表やってますよというところが44.9%ですね、えー、45%近くに上るというような調査になっています。 これがですね、えー、さらに活動歴が長いところになってくると、この割合が多くなりまして、まあ、活動歴が浅くなると、少しは緩やかになるんですけれども、そうは言っても、ですね、高齢の方が代表していますというのが80%以上というのが全体的な傾向となります。で、えー、同じ調査ですね自主、自主防災リーダーにおける女性の人数は、えー、どれぐらいでしょうかというような調査がございます。 えー、70%近くの組織で5人未満ですよということで、えーまあ、全体的に女性は非常に少ないということになっております。えー、女性が多いですよという部分も、というところも一部にあるんですけれども、まあ、いないまたは少ないが、えー、実に70%以上と、いないが、えー、約30%ですね、30%弱、えー、そもそも女性のリーダーというのはいないですよという団体がまだまだたくさんあるというのが、こちらの調査結果になります。 はい、といったことを踏まえましてです、ねえー例えあ、例えば、まずまとめですね、育成の対象は自主防災組織の代表者だけではないと、代表者が防災リーダーを担っているとは限らない、えー、どちらかというと、代表者だけが防災リーダーですよという組織の方が全体としては少ないということが伺えるかと思います。 そして組織の活動を牽引する,ようする役割のある人、えー、あとは次世代を担うような若い人ですね、こういった方々に自主防災組織として育てていくように働きかけていくことが重要だということがお分かりいただけるかと思います。 そして、えーと、防災に女性の視点は不可欠でございます。えー、これはもう近年の災害でもですねあの、たくさんの事例が出てきておりますので、今、内閣府の男女共同参画局なんかもあの積極的に女性が、えー、参画するようにということを働きかけていらっしゃいますけれども、えー、こういった方々の、えー、に防災リーダーとして活躍してもらうために研修への参加を促していただきたいというふうに思っております。一方で、ですね、これはまだまだ難しいぞということが、これも男女、えー、内閣府の男女共同参画局の実施した調査で見え できてて、おりまして、えー、例えば活動や発言の機会が男性にばかり割り当てられていて、女性として声を上げることができないとか、あとは研修を受けたくてもですね、子連れで参加できるような環境が整えられている研修が少ないとか、あと活動の時間帯が、えー、家事が忙しい時間帯と重なっていて、なかなか自分たちが参加したくてもできないというような声が上がっています。 でこれはですね、今は女性リーダーが少ないことによる課題かもしれませんけれども、まあ、今後ですね、あの今後とです、まあ、もう始まってますけれども、家事とか子育てというのは、夫婦が手を取り合って行う時代がもうまもなくやってきますというか、まあ、来ているところだと思います。この課題を放置することによって、女性が参画できないだけではなくて、若い世代の男性も参画できなくなってしまうということが、あのー、見えてくるかと思いますので、女性リーダーの方々を育成することがえ結果として、ですね、若い世代の の方々次,えー、次の時代を担う、えー、若い世代の参画にもつながるということで、組織としてのそ野を広げることにつながりますので、ぜひともです、ね、いろんな方々が参加できるような形での研修を実施していただければというふうに思います、はい、ではです、ねえー、どうやって研修を行うのかというところで、リーダー育成に活用できる教材をご紹介していきたいと思います。 はい、えー、とこちらですねあの、自主防災組織リーダー育成のための教育訓練カリキュラムというものでございまして、えー、とこちらの URL をクリックしていただきますと、はい、えー、と今、ちょっとブラウザーを持ってきました。えー、と先ほどのですね URL、上の URL をクリックしていただきますと、総務省消防総省のこちらのページにたどり着きます。でこの中の一番上の、えー、PDF ですね、こちらをクリックしていただきますとえー、と、 この自主防災組織リーダー育成のための教育訓練カリキュラムという PDF をご覧いただくことができます。えー、先ほど映していたパワーポイントの2つ目の URL はこちらの PDF の URL になっております。で、この中にですね、細かく、えー、カリキュラムの位置づけとか、カリキュラムこういうふうにやった方がいいですよとか、全体像としてこういうパターンがありますよみたいな説明がございまして、えー 具体的には、ですね、こちら細かく読んでいただくのがいいんですけども、今日この研修では、ですね、こちらのエッセンスを少しお伝えしてまいってで、その後ですね、今度はこの下にある研修教材、令和5年版というもののうちの、本日はテーマ3ですね、避難所の運営を円滑に進めるためにはという、えー、単元ですね、こちらの教材を少し解説をしていきたいと思います。 はい。では、えーと、パワーポイントの方に戻ります。えっ、ー、と、今お示した URL 上が消務庁、総務省消防庁さんのウェブサイトの URL でしたが、えー、PDF の URL になっております。はい。えー、ではですね、先ほどの PDF の方の解説をしてまいりたいと思います。えー、こちらはですね、市町村の担当者が、地域特性や自主防災組織の現状等を踏まえつつ、自主防災組織のリーダーを育成するため、 または研修会等を企画する際に活用いただくことを念頭に作成されている資料になります。標準的な学習項目を網羅的、体系的に示しています。育成の対象は自主防災組織の代表者だけでなく、えー、防災資機材等の整備や研修訓練等の企画、実施など、特定の活動の中心となる立場の方でございます。研修プログラムの例をいろいろと例示をしています。 でえー、防災リーダーの役割、住民、えー、防災組織の構成員の自助意識を高めるには、えー、災害から住民の命を守るには、避難所の運営を円滑に進めるにはというこのて3つのテーマで、えー、教材が用意されています。まずはですね、カリキュラムの全体像というのが、えー、PDF の冒頭に出てきます。えー、カリキュラムはまぶ学ぶ知識、スキルを体系的に整理したものです。 その全体像は大きくこの,この右の図の縦軸で表されていまして、ちょっと下から説明、1番という番号は下の方の部分の台形の土台を表していますけれども、自主防災活動を行う上で前提となる事項、これがまず土台としてありまして、で2番上ですね、災害への事前事後の具体的な対応というふうに大きく分かれています。でさらにこの災害への事前事後の対応は、 あとすみません。えっと今これですね。この赤い枠の部分がそれぞれ下と上を表しています。でさらにこの災害への事前事後の具体的な対応というのは横軸になっております。えー、この赤い上の四角の中に青い四角が今3つ見えてますね。えー、左から順に災害への事前の備え、災害への対応、そして暮らしと地域を再建するための取り組み。 要は、えーと、平常時に行うこと、災害が起きた際に行うこと、えー、復興の中で取り組んでいくことということの、えー、という分類で、えー、記されています。はい、でこちらが会計のもの内容になっております、えー。構成としましては、学習項目というのが、大々項目、大項目、中項目というふうに分かれています。 で学習項目の概要、学習の狙い、学習内容、メニューの例というものが示されています。でこの赤字の部分ですね、こちらがさらに詳しくなったのが、この右側の赤い四角の中でございます。そして研修プログラム、先ほど申し上げました3つですね、防災リーダーの役割、住民の自,自助意識を高めるには、えー、テーマに災害から住民の命を守るには、 テーマ3避難所の運営を円滑に進めるにはということで、この3つに対して、ですね、それぞれこの具体的な研修のプログラム、えー、1単元目、1コマ目はこういうことをやります、2コマ目はこういうことをやりますというのがですね、細かく書かれていまして、の時間配分の例まで記されていますので、これを丁寧に読んでいくことによって、ですね、あの最低限研修を実施することができるということになっております。 でこちら先ほどお示しした総務省消防庁さんのウェブサイトの中の今言った3つのテーマの教材がここからダウンロードできますよというのが今赤枠で示されています。本日はテーマ3について、テーマ3の教材についてお話をしてまいります。ではですね、実際の教材を見ていきたいと思います。こちらがテーマ3の単元1でございます。 避難所の開設運営の流れと発生する課題というテーマで60分間で実施する想定で作られているものですで、えー、まずここにはですね準備物等、えー、事前の準備等ですね準備物や準備等について記載がされています でこの教材はですねあくまで、えっと、一般的なことが書かれていますので、え基本的にはですねえこの教材をカスタマイズして、皆さんのそれぞれの自治体の事情に合わせて使っていただくというものになっておりますので、え今日はこの一般論としての説明を、えー、させていただきますが、実際に使用する際には、ですね適宜その地域の特性であったりとか、地域の、えー、あそれぞれの自治体さんの地域防災計画とか、マニュアルの内,内容であったりを反映して、えー、カスタマイズをしていただきたいと思います。 まず最初のページ、ですね避難所の運営を円滑に進めるにはということで、避難所開設運営の流れと発生する課題について、えー、というテーマが書かれています。で、えっと、本日のこの講習と同じように、ですねあの研,修研修等をする際には、冒頭にまずどんなことを今日やるんですかということをお示しいただくのがいいと思います。でそれについて、えー、目次、今日こここういうことを学びますが、これが何ページから何ページに書かれていますというのがその次に書かれています。 はい、ではまず最初にですね、この1番、災害時に取るべき行動というところから説明をしてまいります。でこの右上に入っている5分というのもですね、先ほどの,あの研修プログラムの中の時間配分が、えっと、実際に示されているものなんですけれども、えー、皆さんが研修でこの教材を使っていただく際には、これを取っていただくのがいいかと思います。で、えー、私もそうなんですけれども、時間配分通りにあの進行できているかどうか、どうしても不安になるという方もいらっしゃると思いますけれども、そういった方はですね、あのぜひとも、 このパワーポイントのノート欄に、例えば5分というふうに書いておくとですね、投影をしながら手元では時間が確認できるということになります。所要時間ではなくて、例えば、ここまでで5分間を使うんですよみたいな形で、これの積算で時間を書いていくことで分かりやすかったりもしますので、ぜひともここがないと不安になるという方はですね、ノート欄を活用していただければと思います。 はい、では、まずですね、災害発生前後に取るべき行動、主に自助・共助という部分のご説明です。えまずこちらはですね、風水害の際の流れになっています。これ、他のテーマでもこのスライド入っていますので、えっと、重複した説明になると、同じ、えー、自主防災組織向けにテーマ1からテーマ3までを、例えば3日間かけて研修しますよという場合には、端折っていただいてもいいかと思います。えー、風水害時の流れについて、自助と共助と公助で何をやるのかということが書かれています。 でこのぎざぎざといいますか、爆発しているようなマークのところで災害発生とありますけれども、風水害は、えー、ある程度、えー、事前に、えー、来るということが分かりますので、大雨の予報であったりとか、台風の進路予報とか、そういったものがありますので、事前の避難が、えー、できますよねということがこちらで示されています。で、実際に災害が発生した場合には、避難生活を送ることになりますよというのがこの図で示されています。そしてこちらが地震の場合ですね えー、地震は風水害と違いまして、事前には分かりませんあの。緊急地震速報がありますので、数秒前には分かりますけれどもあの、事前の避難ができるほどの時間はありませんので、地震発生がスタートになります。えー、まず皆さん、ご自身の、えー、身の安全を確保していただいて、えー、例えば建物が倒壊していたとか、火災が発生したりという場合には、安否確認を行った上で、初期対応、ですね二次被害を防止するための活動をしていただいて、必要に応じて避難をしていくという形でお示ししております。 まし。 でえー、避難をする場所についてということで、えー、この辺ですね、自治体さんによって、えー、正義の仕方とかですね定め方が若干違うこともあると思いますので、それぞれの自治体さんに合わせた、えー、と資料、説明をしていただければと思います。ここでは一般論として、指定緊急避難場所という言葉と、指定避難場所とあ、避難所と書いてあります。避難場所というのが、えー、逃げるための場所ですね、例えば火災が延焼してしまっていて、えー、今の場所にずっととどまっていることが危ないぞという場 場合にえに、ー、オープンスペース、広い場所に避難をして難を逃れたりとか、そういった一時的に避難を、えー、あ難を逃れるための場所が避難場所。 避難所というのが、えー、その後に生活をするような場所ですね、自宅が倒壊してしまったような方々が避難生活を送るための場所でございます。で、ここではですね、その避難生活を送る場所という被災者目線での書き方だけになっておりますけれども、えー、例えば自治体さんによってはもう少しですね、明確に地域の被災された方々を支援するための拠点ですよというような定義をもう住民向けにしてます、そういう説明をしてますよというところもあると思いますので、そういった場合にはここに盛り込んでいただければ と思います。 その下に福祉避難所のことが書いてあります。福祉避難所とこういう場所ですよということが書いてあって、でですね、今、なお、避難所の状況によっては、福祉避難所に移送することがあるというふうに書いてあるんですけれども、今はですね、福祉避難所への直接避難というのがあります。昔は、福祉避難場所というのは、避難所というのは、二次避難所に位置づけられていて、指定避難所が開設された後、ここだけでは機能が不足するとか、スペースが不足するという場合に、福祉避難所に移送するという形になっておった んですけれども今は直接避難ができるということになっておりますのでそういった、えー、マニュアルを整備されている自治体さんにおいてはここの書き方は変わってこようかと思います。 はい。で、えー、まず、ここの最初の冒頭の、えー、冒頭の災害時に取るべき行動のまとめですね。災害時に取るべき行動、避難所と避難場所の役割の違いを理解して適切な行動を取りましょうとあります。えー、研修とか講習をする際にはですね、あの、なるべく小さい単元ごとにまとめをしていくことが重要です。あの、内容が素晴らしいものでもですね、この、 入り口として、まず今日はこういうことをやりますよという,ふうのとことをお示ししたことに対して、えー、こ,のこれをやりますよといったことに対して、これがまとめですというのをお示ししていくと、えー、理解がしやすいんですね。このまとめがないと、ですね全体が終わったときに、なんかいい話を聞いた、ためになる話を聞いたんだけど、なんか数日後にはもう、なんだったっけなみたいな、覚えてないぞということになりかねませんので、えー、細かい単元ごとにこういったまとめのページを入れて、しっかりその場で復習、反復をしていくということが重要になってきます。 では続きまして、避難所の開設運営ということで、今度はここはですねあのワークショップが入ってきますので、多めの時間55分というふうに設定されています。まずは避難所の運営の担い手ということで、避難所生活の質の向上のため、のため自主防災組織等が中心となって、市区町村と協力をして運営を行いましょうというふうに書いてあります。 えー、過去の災害では自治体職員が避難所対応で手一杯になり他の災害対応業務の実施に支,支障が生じています。自主防災組織等が避難所運営の中心になることが期待されていますよということですね。 でこのあたりはですね結構、話し方、気をつけなければいけないかなと思っておりまして、市区町村の職員さんが住民向けに研修研修をするときに、ですね、えー、何の前,あの前置きもなく、ですね皆さんが避難所運営をするんですというふうに言いますと、知らなかった方からすると、ですね何をいきなりさじを投げてるんだというふうに聞こえてしまうことがあるんですね。なので、この部分、もう少し丁寧にあの上ですね、自治体職員が避難所対応に当たってしまうとという部分は、もう少し丁寧に説明してもいいかと思います。 で例えば、避難所1つに職員を、えー、2人、3人というふうに貼り付けた場合ですね、それをまあ1人の人が、あのー、24時間勤務することはできませんので、えー、それを1日の中で8時間ずつ3回でローテーションして、市の中に避難所はいくつありますので、そうすると毎日職員が何人いる入りますと、職員えー、市役所全体で職員は何人なんですけれども、そのうちこれだけの人数が毎日たかれると、えー、災害時の、えー、住宅の 危険度判定であったりとか、えー、理災証明の発行のような業務ですね、災害直後から災害の対応のための業務っていうのは非常にたくさんあるんですけども、そういったことができなくなりますと、物資も届きますけれども、それを仕分けて避難所に届けるというようなことができなくなりますと、市役所というのは、通常のもともとやっている業務に加えて、災害が起きるとたくさんの業務が増えるんです。それに手が回らなくなってしまうと、それは結果的に復旧・復興の遅れにつながるんですよというようなことを、丁寧に説明いただいた方がいいのか かなというふうに思います。 でもちろん自主防災組織の方々に、えー、丸投げするという形になるのではなくて、例えば他の市町村から、えー、派遣の職員が来ますので、そういった方々に手伝ってもらったりとか、あとは、えー、避難住民に協力的な避難者の方々、自主防災組織に、えー、平常時において加盟していない方でもですね、協力できますよという方にはぜひとも手伝っていただきたいですし、えー、場合によっては施設管理者の方々がマニュアルの中で、えー、この施設の管理維持というものの一環として手伝ってくれることもありますよみたいなこともお話しいただくといいのかなと思います。 はい、で続きまして、避難所は使用可否の判断の後で解説の決定が判断されて運営始、ま、運営が始まりますという、まあ、一般的な流れですね。 でえー、ここが高知県さんなんかですと、おそらくです、ね、もう避難所の施設の会場とか安全点検も、もう住民の方が行いますよという形でマニュアルを整備してくださいというふうに県の方から働きかけていらっしゃったのではないかなと思います。なので、この流れなんかもです、ね、市町村によって大きく変わってこようかと思います。えー、皆さんの市町村の実態に合わせて、ここの部分はカスタマイズをしていただいて、避難所の会,会場から運営の本格化までの流れを、えー、住民の方々にお示しをいただければと思います。 で、で今これはですす。ね、地震の場合をお示ししております、えー、もうすぐに避難所を開け,ること開けなければいけない状態で安全確認をしたら解説をしますよという形なんですけれども例えば水害の場合はまた変わってきますよね。えー、市役所、あの、 市,市町村の全域が、えー、避難対象になっている場合もあれば、特定の川の流域だけが、えー、避難指示というようなこともありますので、どこを開設するかといった判断なんかは、おそらく市区町村さんが事前にされていて、えー、それに沿って、えー、職員の方が開設するというような流れになることが多いかと思います。う、えー、うちちのの自治体は地震よりりもどちらかかととといい水害の方が頻繁に起きていたりとか、えー、大きてた大く 大規模になった場合に被害が大きいんですよという場合には、このページ自体をですね、水害バージョンでご用意していただくのが良いかと思います。 はい、続きましては、えっと市の避難所開設の準備ということで、えー、避難所となる施設を開場した後に、こういった安全点検というのを行いますよという,ようなことを、先ほどのこの1番、2番の部分、緑にを示している部分をもう少し具体的に説明をしているページになります。えー、先ほど申した部分でもありますけども、市区町村の職員さんがやらないというような自治体さんも、もここの部分も住民がマニュアルを見ながらやるんですよという場合は、そこに合わせて、もう少し具体的に安全確認はこういったところを見るんですよとか、えー、安全確認のため のチェックリストがここにあるんですよとかそういったことをここでお示ししていくことが良いかと思いますあ、でこちらがチェックリストですねチェックリストがある場合安全確認を住民自身がやるようなケースでチェックリストがある場合はこういったものがありますよということを事例として、えー、お示しいただければと思いますこれはえっと東京都さんですね東京都さんの避難所解説チェックリストの、えー、画像がここに貼り付けてあります もし皆さんの自治体でお持ちであればそれを使い、そのキャプチャー画,画像をお使いいただくのがいいかと思います。はい、でですね、こちらが、えー、住民の方々に実際の避難生活をイメージしていただくための写真を用意しているページになります。えー、ここではですね1つのスライドの中に4つの写真をバンバンバンというふうに載せているんですけれども、 特に左の2つの写真なんかはです、ね、でこれ、えーま、テレビでこういったシーン目にすることも多くなってきているとは思うんですけれども、えー、かなりごちゃごちゃしている避難所の様子を引きで撮影したものなので、なかなかイメージしづらいかなとも思います。なので、ですねこういった、えー、実際の災害現場をイメージするための写真というのは、えー、スライド1枚に、えー、写真1つという形でお示しをしただい,いただいてもいいのかなと思います。で例えば、ですね、えー、皆さんの自治体で過去に被災をされた経験があって、その時の 写真であったり映像であったりが具体的に残ってるんですという場合は、実際にその映像、写真を使われることをお勧めします。そうすることによって、皆さんあの受講、受講される皆さんが日頃見慣れている建物が出てくることで、このあの建物がこんな風になるんだなということが、より具体的に鮮明にイメージができるようになります。実際に被災経験のある自治体さんは、ぜひともですねご自身の自治体で記録されているも映像と映像、写真とお使いいただければと思います。 はい、ではです、ね、ここからワークショップになっていきます、えー、研修というのはです、ね、き、まあ、今日この場がまさにそうなんですけれども、あの講師が皆さんに向かって伝えるという場とです、ね、一緒に考えていくという場がありまして、えー、一緒に考えて手を動かして頭を働かせることによって、より理解が進むということもありますので、こういったワークショップを織り交ぜながら実施していくのが、えー、お勧すすめです。 でここではですね、えー、こういった問いがございます。問いといいますか、投げかけですね。避難所では大勢の方々が過ごすことや、えー、被災状況によりさまざまなことが起こります。避難所で起こる困り事をイメージしてみましょうということで、えー、こちらが問いですね。 えー、あなたが運営者の立場だったらどうするかを考えてみましょうということで問いの、えー、最初の問いです。避難者の中の赤ちゃんのお母さんたちから授乳やおむつを変えたりしたいが他の人に見えない場所を使わせてくれないかと相談されました。あなたはどう対応しますか ?A、B、C と。A は体育館の一部にスペースを作る。B、小さな部屋を使ってもらう。C、その他ということで、まずは、えー、1分というのはですね、これはあの受講者の方々に投げかけをします。皆さんでまずは考えてくださいという形で。えー A、B、C をお示しをしてで、その後今度はグループ検討ですね。考えた結果について、えー、グループでお話し合いをしてみてください。自分ならどうしますかそれはなぜですかより良い方法はないですか ?C でその他というのはありますので、A、B 以外の方法でより良い方法はないですかというふうに意見交換をされてみる。 こうすることによって、自分の意見、考え方以外の他の人の考え方を聞く場合によってはです、ねえー、子育て経験のある方がこのメンバーの中に防災リーダーとしていれば、えー、自分だったらこういうことに困るとか、我々はこうい,うとこういったことに困るんですというような、えー、当事者の意見が聞けるということも期待できますので、ぜひとも意見交換をしていただきたいと思います。グループの作り方等については、後ほど最後の方でご説明をいたします。 はいで市場、えー、の続きになります、避難所利用者が生活する場所にはさまざまな空間が必要になりますよというスライドがこの後に用意されています。えー、今はです、ね、ここの問いかけとして、えー、赤ちゃんを抱えているお母さんからの声というのを例に場所について考えましたけれども、その他にもこういった場所が必要なんですよというようなことが具体的にいくつか示されています。 はい、で続きまして、今度はです、ねえー、新しい問いになります、えー。問いとしては同じになります。あなたが運営者の立場だったらということで、今度はこういう事例ですという問いかけになります。避難所には耳や目が不自由な方など、さまざまな方が来られる可能性があります。そのような方には支援が必要ですが、外見だけでは分からないことも多く、どのようなことが困るのかもさまざまです。どのように把握したらいい,しいいのでしょうかという問いです。 えーまあ、例えばですね、耳の不自由な方というのは、もう外見ではほとんど分からないんですね。あのご自身で耳が不自由なんですよという形であの、聴覚障害者の団体さんなんかによっては、避難するときにはこのビブスを着ましょうとか、この服を上から着ましょうみたいな形で、私は聴覚障害者ですということをアピールするような服装を用意されている自治体さん、地域もあったりしますけれども、一般的にはですね聴覚,に障害聴覚障害の方というのは、見た目ではなかなか分かりづらいので、そういった方々がいらっしゃるかどうか わか,からないんです、ね、で,例えばですね例えば、ですね私、あの避難所運営訓練というのをよくやっていましたというのを冒頭せあの紹介いただいたと思うんですけども、避難所の運営訓練の中で、今日はさまざまな障害者がこの中にいますと、皆さんに役を演じてもらうんですけれども、そういう設定をした上えで、えー なので、そういう方がいないかどうか確認しながら訓練、運営を進めてくださいねというふうに冒頭でご案内するんですけれども、えー、運営者の方はですね、えー、障害者の方はいらっしゃいますか手を挙げてくださいって言うんですね。でなかなか手が挙がらないんですよ。耳の不自由な方というのは耳が聞こえない設定になっていますので、問いかけられても、えー、それだけでは返事しないでくださいねというふうに、その方々には役を振るんですけれども、えー、耳の聞こえない方にはそういった問いかけは聞こえませんので、そもそも想定していないとですね、こういった方々がいらっしゃるということも想定していないと、そんな もできないですね。なので、こういった問いかけ、こういった様々な方がいらっしゃる可能性がありますよ。という問いかけをしていくことがまず重要になってきます。で、えー、ここでは選択肢として一人ずつ聞く、b 自己申告をしてもらう C その他というのがあります。で、同じようにこちらでも議論をしてもらいます。 はい、でこちらがですね、えー、避難者名簿の作成ということで、避難生活開始後、世帯ごとに詳細な名簿を作成しましょうということで、避難所にいらっしゃった方々に、えー、皆さんはどういった、あの まあどういう方で、どういった事情を抱えていて、どういうお困り事がありますかということを、名簿に受付で書いてもらって、それを運営事務局側で把握をしておきましょうということですね。えー、避難者名簿の活用ということで、どのような人が避難しているかを把握し、避難者の特性に応じた支援を実施するために活用するんですとか、避難者の人数や状況を把握して、物資等を配布するんです。避難者の職能や特技等を把握して、避難所上に協力してもらう人を確保するんですと。 まあ個人情報を集めますというと、どうしてもそこに抵抗感を覚える方もいらっしゃいますので、これをするのはあなた方のためなんですよ、皆さんのためなんですよということを説明しましょうということが、この1点目でございます。で、えー、この避難、えー、名簿作成する上でのポイントが下にございます。えー、名簿にはできるだけ細かく記載をしてもらうようにしましょうと、特に支援の必要性の有無とか、健康状態、保育・介護の要否 であとはです、ね、職能特技ですね、この辺も書いてもらえばも,もらうと良いと思います。で個人情報のため、えー、情報の管理は徹底するようにしてください。受付のテーブルの上に置きっぱなしにして、えー、受付の人が一時的にいなくなってしまうというようなことがあると、この情報が、えー、誰かに持っていかれてしまったりということもありえますので、えー、収集する以上は徹底して管理をするようにしてください。 であとは受け入れ時は、えー、代表写真名や人数、配慮が必要かなどを把握するということで、これ、受け入れ時に最初に行うことが重要なんですね。受付というのは、後から設定してもです、ね、そこを通らずに出入りしている。 入りししてていいいた人ががるともう把握ができなくなくってしまいます例えば、えー、事務局で想定していなかったような場所、例えば教室の、えー、学校の教室であったりとか、そういったところにまで人が入ってしまった場合、どこにどれぐらいの人がいるかも把握できなくなってしまいますので、えー、名簿というのは受け入れ時、避難所を開設して入っていただく際に受付を用意しておいて、記入していただくようにするのがベストでございます。はい、で名簿のの項目の例とということで、えーはい えー、避難所に避難してきた日ですね、入所年月日というのは避難してきた日、でえー、氏名であったりとか、ご家族の構成ですね、年齢、性別で、どこのお住まいの方、これ書きたくないという方は、例えば、えー、と何々町あざまで書いてくださいとかですね、えー、あとは町会の何藩ですよというのを教えてくださいという形でもいいのかなと思います。で、電話番号と自宅の被害状況、特に配慮が必要なこと、運営に協力できること。 でこれ特技、免許等と書いてしまうと、逆に特技や免許がないとできないのかなと思ってしまう方もいらっしゃると思うので、協力できそうなことがあれば教えてくださいねみたいな質問項目にしておくのもいいかもしれません。 で、えー、安否確認への対応ということで、もしですね、どなたかがあなたの、あなたがここにいらっしゃいますか、あなたが無事ですかという,ふうに尋ねてきた場合に、えー、あなたの情報をお伝えしてもいいですかということですね。例えば、えー、DV 被害を受けていらっしゃって、えー、家族と離れて生活をしているという方がですね、えー、ここにいらっしゃった場合に、えー、この確認を取らないまんま、本当は公開してほしくなかったんだけども、公開されてしまったという場合に、加害者から、えー、見つけられてしまうというような恐れもあったりもしますので。 この安否確認があった際の公開・非公開というのも非常に重要なえ項目になってきます。であとは自家用車で避難される方もいらっしゃると思います。地域によっては、えー、避難所が非常に遠くにあるので、えー、原則的に車,の車での避難は禁止ですよというふうに我々防災の人間はお話をするんですけれども、まあ、そうは言っても車がないと無理なんですという地域もあると思いますので、えー、自家用車をでいらっしゃった方は、その状況を確認をしていただく必要がございます。 あとはですね最近ですと、ペットも、あのー、ご家族の一員なんですという形で一緒にはあの、一緒に住まないと、あのー、精神的にもつらいんですという方もたくさんいらっしゃいます、ペットを連れて避難される方もいらっしゃいますので、えー、そういった方々、ペットがいらっしゃっているのかどうかといったことも聞き取りをしていただきたいと思います。 はい、といったところで、えー、あなたが運営者の立場だったら、の新しい問いでございます、えー。災害の規模が大きく、避難所での生活がな長引きそうです。夜の消灯時間を22時としていましたが、幼稚園のお子さんのお母さんたちから、子どもが21時頃眠たくなるが、明るくてれ眠れないので、何とかならないかと相談されました。どのように対応しますかという新しい問いです。こちらは A、A、消灯時間を21時にする。B、我慢をしてもらう。C、その他と。 いうえー討議があの選択肢がございます。でこちらも同じように、えー、皆さんで討議をいただくという流れになっています。 でその後ですね、避難生活上のルールの設定と周知についてというスライドが用意されています。えー、知らない方と共同生活を送るためにはルールを設けて、共通認識を持つことが大事ですということが書いてあります。で、このルールもですね、先ほどの名簿と同じでですね、入所されるときに最初に伝えておくことが重要なんですね。えー、後から知らされても、そんなの聞いてなかったよと,という新たなトラブルのもとになってしまいますので、ルールはですね、できれば事前に平常時からマニュアル作りの中でですね、作っておいた上で、 えー、周知をしておくと、であとはですねどうしても作っておいたルールの中で、えー、対応できないような困りごとというのも出てきますので、それは皆さんで話し合いながら、避難所の運営をしながら作っていくということが重要になります。であとはその下に、えー、米印でですね人間関係づくりの必要性ということを書いております。 避難生活の心身の健康には人間関係づくりも必要になってきます。重要になります人と人とのつながりが強い方と比較してつながりが弱い方は睡眠障害や、えー、心理的苦痛のリスクが約5倍高くなるというような試算もございます、えー、こういったこともお示し,しながらですね、えー、もう日頃から顔の見える関係づくりをしておくことが避難所生活においても人間関係づくりのベースになりますし これが強いては避難生活を少しでも良くするためにつながるんですよということで、地域の活動なんかにもつなげるきっかけとしてですね、こういった説明をしていただくといいかと思います。はい、で避難生活上の課題の発生というスライドがあります。こういった課題が生じえますよということがいく,あのいくつか書いてありますので、その対応の仕方であったりとかを含めてですね、事前に考えておきましょう。必要な取り組みを作るなどの取り組みを進めておきましょうということをご案内します。 はい、あとは、えー、在宅避難の実態と課題ということで、えー、先ほど、ですね避難所とはというところで、避難所というのは地、地域を地域の 地域の中にいる被災している方々を支援するための拠点ですよという話もしましたけれども、えー、この熊本地震の際に、ですねあの実際当時、私が所属していた日本財団で、益、え、城、ー、町の中で調査を行って、データとして明らかにして、ですね当時メディア発表をして、在宅避難ということを使って、ですね、えー、東日本の頃もこういった方々が困っているという現状はあったんですけれども、実際にデータとしてお示しして、えー、在宅避難という言葉が定着しだしたのは、この熊本地震がきっかけでございました。で えー、避難の実態というところはまず上にございます。さまざまな理由で指定避難所に来られない被災者が多くいました。で地元の福祉団体や応援保健士、民間団体と共同して在宅避難者の把握に努めたことで支援につながったとあります。さまざまな理由でというのはです、ね、あの本当に様々です。ご自身の理由もあれば、そもそも避難所って地域の方全員が入れるほどの広さはありませんので、入りたくても入れなかったという方もいます。 でご自身の理由としては、やっぱり生活し慣れた場所にいたいとか、プライバシーがないところあのプライバシーがどうしても確保できないので、避難所での共同生活はつらいですとか、あと余震があるので、天井のものが落ちてくるんじゃないかっていうのは不安があると、それよりはまだ高さのない自宅の方がいいとか、まあ、もしくは自宅の中の敷地の中にテントを張って、庭先で、軒、えー、先で避難生活をするというような方もいらっしゃいました。 でこの在宅避難の何がよ,くよろしくないといいますか、課題なのかといいますと、その下の赤字のところです。えー、例えば余震が多,く多かったりとか、えー、避難生活を長期化する中で、風雨にさらされた損壊家屋に居住を続けることによって、えー、新たな被害が生まれる可能性がございます。 であとは被災者の自発的な行動がない場合、適切な支援を把握が非常に困難だったと、えー、先ほど被災者を支援するための拠点と言いましたけれども、どうしても避難所の運営者からすると、避難所の中に目が行きがちなんですね。 で自分たちここにいるんですということを声を上げていただかないと、えー、把握ができないと、もちろんですねあの人運営側に人数に余裕があれば、把握をしに行くというようなことも、えー、避難所運営の中で実施していただきたいんですけども、なかなかそこまでの余裕がある方、えー、ある避難所というのは少ないと思いますので、そういった方々が結果的に支援が行き届かなくて取り残されてしまうというような課題がございました。 はいえー、避難所以外の避難者への対応ということで、えー、在宅避難者に対してはこういう対応が考えられますというようなことを考えております。まず対応の基本ですね、避難所への届け出の呼びかけや状況の聞き取りにより、避難所以外で生活避難者の状況を把握する。 先ほど申し上げましたように、避難所の側から調査に行ければいいんですけれども、とてもそんな余力はないですよということがほとんどだと思いますので、避難所に届け出をしていただくように呼びかけをしていただくと、なるべく在宅避難をされている側の方から声を上げていただけるようにしていただくというのが、まず対応の基本になろうかと思います。 で、えー、あとはですね避難者自らが避難所へ物資や情報などを受け取りに来てもらうように周知するとまあ周知すると言いますか災害が発生した直後ですねあのインフラも寸断されてしまって、えー、皆さんご自身の自宅の備蓄というのも限られているというも思いますあの3日分あればいい方で一、えー、週間分ありますよという方はなかなかいらっしゃらないと思いますそうなってくると、えー、地域の商店なんかで物も手に入らなくなった状態で、えー、物流が回復するまではですね物がないという形になりますので 避難所に来れば物資がありますよというご案内をすることによって避難所に来てもらうことができます。 で、えー、情報に関しても、ですひ、ねえー、一昔に比べると、インターネットは今、だいぶ堅牢な、えー、手段になっているんですけれども、そうは言っても停電をしていたら、例えばあの停電をしている状況、停電が続いている状況では、えー、w i f i が使えなくなったりしますので、えー、インターネットで情報収集することもできないと、テレビも見れないということになります。えー、おそらくラジオなどの情報が、えー、唯一の入手手段になってしまいますので、入手できる情報も限られてきます。そういいった状況ににおいては、は、えー、皆様市町村から基本的にはですね、避難 避難所を通して地域の方々に情報を伝達するという形になると思いますので、そういった地域の情報、より細かい情報というのは避難所に来ると得られるんですよというふうにご案内をしていただくと、物資や情報がここに来たら手に入るんですよということを周知していただくことで、えー、皆さんに避難所に来ていただけるような。えー 関係性づくりができるということを、えー、お示ししております。なので、ここちょっと少し言い回しを変えた方がいいかもしれませんね。取りに来てもらうようにするというよりは、ここに来たら手に入るということを周知していくのがいいと思います。で、続きまして、留意点ですね、えー。一方では、自ら避難所へ向かうのが難しい方というのも一定数いらっしゃいます。そういった方に対しては、物資なんかに関しては配達をするようなことも検討していただきたいと思います。 あとは、えー、エコノミークラス症候群などによる災害関連死の予防啓発を行うようにしてください。えー、災害発生直後でですねお仕事等も一時的に止まってしまう学校もなくなるという中では、えー、ご自宅にいらっしゃる方々の健康管理までがなかなか目が届かなくなりますので、えーまあ、エコノミークラス症候群に限らずですねあの体を動かしていただいたりとか、えー、食事をしっかりとっていただいて、えー、二,次被害につな二次被害が起きないように、えー、できれば平常時のうちからですねこの予防啓発のポスター であったりとかそういったものを用意して、おいいいいいててて、えー、配布をししただくとととうことが良いかと思いますそして避難所以外の避難者への支援に関する理解を浸透させるということで、えー、これ例えば、ですね家が無事だった人に対して支援をするのかみたいな声が、えー、ご自宅が倒壊してしまった人、津波で流されてしまった人から声が出ることがあるんですね。えー、普通であれば、家を失ってしまったことが、えー、まあ事情と言いますか。あのー 配慮を要するような個別の事情になってくるんですけれども、あまりにも被害が大きい、大きな地震であったりとか、大きな津波が来た場合には、ですね家が無事だったことが逆に、えー、事情になってしまうあの、困難な事情になってしまうことがあります。 あの人の家は無事だったんだから、あの人は家で生活をできてるんだから、え物資をげなくていいじゃないかというような避難者が出てくることも考えられます。そういった意味でも、ですね、避難所というのは、えー、この中に住んでいる人、この中で生活している人だけではなくて、地域にいるすべての被災者を支援するための拠点なんですということをしっかりと、えー、理解していただく、こういった研修の場を通して、ですね、リーダー,、えー、防災リーダーを通して、地域の方にもお伝えいただくことが、えー、よろしいかと思います。 はい、であとは感染症対策に配慮した避難所運営ということで、まあ、いわゆる3密を避けましょうというようなことが、様々こちらにお示しされています。で、えーまあ、コロナが5類に移行になったことによって、この辺はもういいんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。あの 被災地というのはですね、あのー、被災地と言いますか、避難所というのは、とかく感染症が起きやすい環境なんですね、あのー。狭い空間にたくさんの人たちが密集をしていて、空気の入れ替えなんか、換気なんかもあんまりできないような状況ですので、えー 肺炎が広まってしまったりとか、まあ、冬場であればインフルエンザが広がりやすかったりとか、あとはちょっと不衛生な環境になりますので、えー、O1G7 などの大腸菌、ウイルスだけではなくて、細菌類によって感染症が広がりやすいということになります。なので、例えば手洗いを徹底しましょうといってもです、ね、手洗い場の横にいくつかタオルがかけてあって、そのタオルをみんなで共有しながら手を拭いていますよという,という状況になってしまいますと、そこから感染が広まってしまうということもありますので、これ、コロナに関係なくですね、 ですね、避難所運営の上では、この、えー、感染対策というのは常に心がけていただきたいということを、ぜひとも住民の皆様に周知をしていただきたいと思います。ここれかなりしつこめに、えー しつこく、えー、研修等でご案内しても、ですね実際に災害が起きると、そこまでなかなかきあの注意が行き渡らないということがありますので、えー、ぜひとも実施していただきたいと思います。阪神・淡路大震災の頃には、ですねあの避難所肺炎という言葉もありまして、避難所の中で肺炎が蔓延しやすいみたいなことも実際ありましたので、えー、ぜひともですね感染症対策というのはコロナの頃を思い出していただいて、避難所においても徹底あの、コロナが収まっている段階においても徹底していただくように、皆さんの方から研修を いいいたただきたいと思います、はい、で少し長くなりました、えっと、ワークショップが複数ありましたので、ここまでで一単元となります、えー、まとめでございます、避難所運の中心的役割を担うために、安全確認やルールの設定等の必要性を理解しましょうというのが、このまとめになっています。これ、つまりですねあの、平常時からの備えが重要ですよということをここで言っていますので、そういった形にもう少し分かりやすく、えー、最後に皆さんの方から補足いただいてもいいかと思います。 で、えっと、この、えー、テーマさんの1単元目は、今の2つの単、えー、つのコマで終わりますので、最後に全体のまとめになります。災害時に取るべき行動のまとめと、避難所運営の、えー、役割を担うためのまとめ。これをもう一回、再度お示しをして、今日はこの1単、元目の中で、こういったことを学びましたね、というのが、この資料の最後のまとめになっております。